はいどうもお疲れ様です。9月15日金曜日の朝6時になりまして、6時半の相場解説をしていこうと思います。まずは冷やしなんですけども、ご覧のような上昇トレンド、まだ緩やかに継続しているかなってことです。もしかしたらね、転換点をここで迎えて、下落に行くんじゃないかなと思ったのと、プラス、あの、長期金利ね、こちらの方が、あの 0. 7、0.7%利上げになったでしょ。そういったファンダメンタル要素もあって、実際にこれから、 あの金利っていうのが上がっていく中で工業製品の発注っていうのも随分鈍化して経済はちょっとね悪くなる方向に今よりもですよ今よりも悪くなる方向に行くんですよねさらにインボイスがこのまま始まるとまたね基本的には増税になるってことですからそうなると中小零細企業からも発注が減るってことになりますんでますますですね状況悪くなるかなとそうなった時にやっぱりねこれね円安に進んじゃうんですよ円安っていうのはこの図で見ると こうでですすよ。よ。円安に進むんですよ不景気だと円安に向かうんですよね国内の生産がないわけですから海外から安いものを見つけて引っ張ってくるしかないんですよそうなると海外例えば中国のニーズっていうのが高まって中国の金利っていうのはもっともっと有利になるでしょ利上げになるわけでしょアメリカから輸入するとドルがまた強くなっちゃうわけですようんだからこうなるとね 不況になればなるほど国内で何かを作るっていう中小零細企業はやりにくくなってきてねでますます輸入に頼るようになるわけですよ今食料品も工業製品も iPhone もそうですけども輸入ばっかりでしょ皆さんの使ってるパソコンどうですかシャープとか NEC ですかねスマートフォンなんて国内製なんてほとんどなくなっちゃったわけですようんこういうふうにね産業が奪われた結果ますます円ってのは安くなるっていうねことになります そうなった時に FX ってのは狙いやすいんですよ円安に向かうわけですからね基本的に私もドル円では圧倒的に倍しか皆さんに言ってないでしょこの1年とか2年振り返ってみていやいやこの7年間を振り返っても儲けるのは常に倍ですよねセルってのも一時的にはあるんですけども結局セルで取るよりも倍でずっとね利益を積み重ねてきたその割合っていうのは7対3とか8対2で倍で私は利益を積み上げてるんですよこれこれそまさに 円安に進んでることの、まあ、え縁だというふうにね、あの、思えてならないんですけどもね。はい。えー、これから皆さんも体験すると思いますよ。で、何が言いたいかというと、今日はね、レンジの状態を決めないといけないということになります。レンジの状態は1時間軸で見ていくことになりますけども、とりあえずは、この上昇の流れがね、どっかで止まっていただかなくてはいけません。一時的にですけども。じゃあ、4時間を見てみましょうか。4時間を見たときに、上昇が以前止まったのはこちらでしたよね。3点天井から、 えー、こちらで上田総裁の発表があって金利の件があってここまで来たとでそれがぐーっと上がってきてですね結局はあのー、トレンドの方向に進むわけですよで今なんですけども上に行く力っていうのが多少抑制されては来てるかなとで下の流れっていうのはもう完全にここで止まってますんで147円前後で1つ決めてもいいのかなと思います、まあ、これ4時間でなんですけどもね で、1時間で見ていこうとしたときに、また別の解釈が存在します。それをこれからお話ししましょう。4時間なんですけども、止まった金額っていうのは、ここで横の線が引けると思います。これはいろないと思うんですよ。だいたい147円ジャストぐらいですね。で、過程は決まりました。これは昨日も申し上げましたけどね。じゃあ、上態はどこに決まるのかってことですけども、おおむねこのあたりに決まると思いますよ。今、差し示している値動きです。というのが、 陽線が下ひを出してここにある陽線が下ひを出してここにあるさらに長い陽線がここにありますよねそれが今動きが止まって短い陽線の連発になってるわけでしょで今形成中の陰線があちょっとね薄いけどありますよねでおおむね上昇する流れはここで止まってるってことが分かると思うんですよあとはこの陰線が本当に陰線として確定して下の方に向かうようでしたらここを上底で確定してもいいのかなと で、そうなると、上下が、だいたい40ピップスぐらいで、こうやって決まりますよね。あとは、ゲ先まで取っていくと、まあ、十分な値幅になるかな、っていうところですよね。うん。だから、40ピップスの上下だと、ちょっとちっちゃいんでね、もうちょっと大きくなってほしいなと思うんですけども。まあ、でも、それは決まった、レンジの、レンジってのはこの上下の幅ですけどもね。レンジの幅に合わせてトレードするしかないんで、仕方がないと思います。さあ、そんな感じですかね。 はい、まあ。ちなみに昨日はね、利益は取れなかったと思いますので、休んでいて正解です。あの、早めに私もね、今日は1日かかって相場を見ることになりますよって言ったのは、いや、本当に返すが正解だったと思いますよ。うん。昨日利益が取れましたっていう人は相当珍しいです。珍しいか、とてつもない力を持っている人です。まあ、私たちはね、昨日取れるほど力がなくても、十分勝ち越してお金を増やしていきますので、あの、まずは、 常に勝ち越せる。そして、やらない時は、やらない日だっていうふうに早めに見抜ける。午前中にはね、少なくとも見抜けるような、そういった目を持っていきましょうってことをお伝えして、とりあえずここで終わりです。お疲れ様でした。